はい、本日はですね、こちらノースエースの、ビレイヤーパーカーを紹介していきたいなというふうに思います。ビレイヤーパーカーって聞くとですね、ビレイヤーってそもそもなんやねんっていうことになってくると思うんですけど、ビレイっていう言葉がクライミング、山登りのクライミングとかあるじゃないですか。あの時の休憩するワードがビレイらしいんですね。だからお前ちょっとビレイしといたらええでって言ったら休憩しといていいよということになったりとかするらしいので、そのビレイするとき、要は休憩するときに着るダウンジャケットっていうのがこのビレイヤーパーカーということになってるらしいです。ああなるほどということで、まあ休憩してるときとか、まあ体を動かさないとき、体が冷えやすいときとかには着るダウンジャケットやねんなっていうのがなるほどなっていう感じだと思うんですけど、まあ、例えば日常とかやったら動かない状況ってあるじゃないですか。まあなかなかクライミングする人って少ないと思うので、僕もクライミングしないので本来だったらこれビレイヤーパーカーいらんやんってことなんですけど、まあ日常で言うならこう動いてない状況、例えばぼーっと突っ立ってる時とか、ぼーっと綺麗な女の子見てる時とか、ぼーっと階段の上眺めてる時とかあるじゃないですか。まあそこを下で履いたんですけどね、まあ、そういう時とかなんかにこれパッて着ておけば、その体が冷えることがないっていうようなダウンジャケットになってるので、まあ、そういった時に着る用のダウンジャケットですよということで、ビレイヤーパーカーということになっております。まあ、こちら購入したのはですね、先日の動画で福井県で買い物動画出したんですけど、その時に、購入したのがこちらのダウンジャケットになってて、まあ、その時の動画の中でもあったんですけど、嫁も着たいっていうことやったんで、このネイビーを買って、まあ、ちょっと動画越しではネイビーに見えてるかブラックに見えてるかちょっと分からないですけど、この僕のね肩の部分がブラックなんで、まあ、そう見てもらうと若干明るいかなっていうのは分かると思うんですけど、まあ後々ね、アップにした映像とか見てもらえれば、はいはいはいネイビーだねっていうことが分かると思うので、まあそんな感じでお話していきたいなというふうに思いますので、本日はですね、いつも通り、まあ、このダウンジャケットの、まあ、その全体像を見ていって、その次に特徴ですね、こういった特徴があって、これ実は値段がバルトルライトジャケットっていうダウンジャケットと一緒なんですね。このダウンジャケットでも65,000円で、こっちのダウンジャケットも65,000円という全く同じブランドから出てて、全く同じ値段が出してるので、でもこっちの方が人気があるんですけど、正直クオリティとか特徴見てもらったらこっちの方がクオリティは高いんですよね、物自体の。まあ月々好みはあると思うんですけど、まあそういったところがあったりだとか、次にまあデメリットですねとは言いながらも、一応ここはちょっとデメリットあると思いますっていうのが、僕はちょっと絞り出したら1点だけあったんで、まあその1点をお話しして、それその次のおすすめの人、まあ先ほどもちらっと言ったんですけど、ビレイって言って、まあ休憩の時とかに着るのがおすすめですよっていうことをやったんですけど、まあそれを言って、で最後にサイズ感ということなんですが、今回このビレイヤーパーカー M サイズなんですね。でこちらはノースエースのバルトルライズジャケットも M サイズなんですけど、もう全然サイズ感が違うんですよ。同じダウンジャケットでも全然ちゃうんかいなということで、やっぱ着る時がね異なってるので、まあそういうところで違うってことはあると思うんですけど、まあそんな感じでお話していきたいなと思います。ではまず最初はディティールから見ていきたいなと思うんですけど、こちらのダウンジャケットがですね、よく見てもらったら、これ最大の特徴って何っていうと、多分シームレスやと思うんですね。でシームレスって何ですのという話になってきたらですね、こうダウンジャケットってこの横の線に従って、このバルトルとかもあるんですけど、この縫ってる跡があるんですね。ステッチといいますか、この縫ってる場所があって、これがないっていうのがもう最大の特徴になってるんちゃうかなとは思うんですけど、まあそういった、まあ縫ってる場所が圧倒的に少ない。でこれに関しては全箇所シームレスではなくて、要所要所はね縫ってあるんですよ。だからこの腕の箇所とかも縫ってある箇所1箇所あるし、でこの腕の部分も縫ってあるし、脇の部分も縫ってあるしということで、まあでも普段のダウンジャケットに比べると圧倒的には少ないよねっていうところが見て取れるかなと思いますし、この前のジップ見てもらったらね、これが止水ジップではないんですよ。要は雨を防いでくれるジップではなくて、まあ、普通のタイプのジップになっているので、まあ、これを見てもらうだけで、ああこれはちょっと雨とかには弱いんかなって勘のいい方は気づきはるかもしれないんですけど、まあ、そういった感じがあるということで、まあ、一応ダブルジップにはなってるんですけどね、まあ、そういった特徴があって、で次にこれを裏返していくと、まあ、裏側も、シームレスで特に特徴はないんですけども、まあ、首元なんかもこれ結構特徴的でですね、この襟元のところにもしっかりダウンが入ってあるんですね。このダウンが入ってることによってマフラーがいらんということになってますので、まあ、どうしても冬場とかやったらモコモコしたい女子もいてるとは思うんですけど、この襟元があるおかげで、まあ、そんなちょっとモコモコは楽しめないかもしれないんですけど、その代わり暖かさはしっかり担保してくれるよというような感じになってって、まあ、あんまりここで言い過ぎると全て特徴になっちゃうので、まあ、ざっくりディティールはこの辺ということになってるんですが、まあ、次は特徴ですねを見ていきたいなと思うんですが、まずじゃあシームレスいきますか。でシームレスのダウンジャケットって、そんな珍しいのっていうことなんですけど、まあ、一応シームレスのダウンジャケットで有名どころといえばですね、まあ、例えばこの辺ユニクロのダウンジャケットもこれシームレスなんですね。これ2020年に出たバージョンなんですけど、まあ、これも同じように塗ってる箇所が圧倒的に少ないっていうようなダウンジャケットがあったりだとか、あとさらにはシームレスの最高峰といえばこの水沢ダウンになってるんですけど、まあ、この水沢ダウンもシームレスになってるんですが、これもお値段が全然可愛くないんですよね。10万円ぐらいするということになってるんですが、まあ、そういった感じのシームレスを使ってるっていうことは、要は何が起きますのということになってくるんですけど、やっぱりダウンの抜けが
少ないっていうところと、あとはちょっとまあ冷えにくいっていうのもあったりするんですね。だからまあまずダウンの抜けが少ないっていうのは、こうダウンジャケット着てたりとかしたらなんかこう綿すぐ抜けてくるっていうのあると思うんですけど、まあそれはこういうシームレスの部分からはないですよということになってて、それ以外にやったらここから風がビュービュー入ってきたりするっていうのはどうしてもあの穴があると入ってきちゃうんですよね。ですがこれに関しては穴はないので、そういうことになってます。次はですね、風を通さないっていうことなんですけど、まあ、ダウンジャケットとかってモコモコやったらあったかいっていうわけじゃなくて、しっかりピシッと風を防いでくれるっていうのはものすごく大事なんですよね。よく僕はこの部屋に例えたりするんですけど、めちゃくちゃ真冬の寒い時に部屋の窓開けっぱなしにしてたらブーブー風入ってくるじゃないですか。まあゴーゴーというんかな、風が入ってきてめっちゃ寒いと思うんですけど、まあ、このダウンジャケットも同じで、いくらモコモコでも風がビュービュー通るやつやったら寒いんですよね。なのでしっかりと風をパチッと止めてあげやなか、まあ部屋もそうじゃないですか、パチッと部屋を窓を閉めてあげることで風が入ってこない状況になるので、まあ、このダウンジャケットもその風が入ってこない生地っていうのを採用してて、それがゴアテックスインフィニウムっていうんですけど、まあその詳しい話はまあ一回置いといて、要は風が全く入ってきませんよと。でそれ以外にやったら多少の雨風とかやったら問題ないですよということで、水とかも後でかけるんですけど、こういった水をピュッてかけたとしても、しっかり弾いてくれるということになってますので、まあさすがに大雨とかはちょっと厳しいんですけど、ちょっとした小雨程度とか、あと雪とかぐらいやったら全然弾いてくれるということになっております。で風を防ぐ特徴としては、もちろん生地もそうなんですけど、着丈がちょっと長めに設定されてるんですね。後で着用動画見てもらうんですけど、もう普通にお尻ぐらいまで丈があるので、どっちかというとミドルレングスというんですかね、まあショートでもないしロングでもないような、ちょうどあのお尻とかが隠れるので、ちょっと前にかがんだりした時にこう背中がこんにちはせえへんぐらいのサイズ感というか丈感になってるというところが、しっかり風を侵入しないように作られてますよということになってますね。あとですね、腕のところもそうなんですよ。腕のところが、この腕をですね、普通って袖口とかにこうリブがついてるじゃないですか。だけどこれに関してはリブが中にあるんですね。なのでリブというか、まあゴムなんですけど、それが中にあって、ちゃんと外からこうかぶせるような感じで手の甲まで隠れるような感じになってるので、しっかりリブの手首のところはギュッて締めてくれて、さらにその上からダウンジャケットが覆ってくれてるので、より風が入りにくいような設計になってるというところで、まあ夜中とかこう待ち合わせしたりとか、夜のデートとかに待ち合わせしてる時とかで、まあ外でもあんまり寒くないような感じになってるというところですね。で次がですね、このダウンジャケットはもともとその休憩中に着るっていうことになってるので、クライミングの休憩とかってびしょびしょに濡れた状態でその上から着たりするんですね。なのでこのダウンジャケットに関しては中が撥水の加工がついてるので、まあ、例えばこの今僕フリース着てるじゃないですか、これ大雨でびしょびしょになって雨も滴るいい男になったとしても、その上からさっとこれを着てこんな感じで来たとしても全然問題ないんですよ。中のしっかり生地が撥水してくれるので、ダウンまで濡れないということになっておりますので、例えばカッパなんか着てるじゃないですか、通勤とかでカッパ着てますよと。でカッパ着てたけど、あ寒いからダウンジャケット着ようと思った時にもうびしょびしょに濡れてても、その上からさっと羽織れるので、雨も滴るいい男でも、雨も滴るいい男じゃなくてもちゃんと濡れてる状態でもパッと着れるような加工がなってるので、これがね、一応パーテックスという生地を使ってるんですよ。でこれは何かというと、パラシュートとかでも使われるぐらい丈夫なあの生地の、まあ、メーカーになってるんですよね。で外側はゴアテックスというアメリカのメーカーになってて、内側のパーテックスっていうのはイギリスのメーカーになってるんですけど、まあ、それぞれ、まあ、ノースフェイスではなくて、しっかり海外のメーカーの生地を採用してるという、海外のメーカーというかブランドの生地を使用してるというところが、普通のバルトロライズジャケットよりもちょっとワンランク上というか、バルトロは中までこのパーテックスとかを採用してたりはしないので、この辺が、同じ値段なんですけど、ちょっとワンランク上の、作りになってるんかなという感じでは思いますね。あ、これな、ちなみに、内側にはジップのポケットもありました。一箇所だけかな？一箇所だけですね。あとでサイズ感は見てもらうんですけど、まあこんな感じで、T シャツフリースを着た状態で上から着てもらっても、もともとは中を着ることを想定されて作られてるみたいなんで、まあ、サイズ感的には全然問題ないということになってますので、次に行きたいなと思います。で、次はですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、これが、スタッフサックも付いてますね。これこれはバルトロでも付いてるんですけど、この中にダウンジャケットを仕込んで、リュックとかに入れといて、登山の時なんかはこれを持って行って、まあ、山小屋で休憩する時なんかに多分着るんでしょうね。まあ、僕は登山したことないんでわからないんで、登山したい方は別チャンネルを見てもらえたらいいかなと思うんですけども、まあ、そういったところが特徴かなというふうには思いまして、次にデメリット、どこがちょっと微妙なのかというところなんですけど、まあ、これ結構見てもらったらあんま悪いじゃないですか。それこそ濡れた状態でも着れるし、しっかり着丈も長いし、袖丈もしっかりあるし、風が入ってこいようになってて、あんまり悪いとこないなみたいな。でまあいろいろずっと考えたりしてたんですけど、やっぱり唯一の欠点といえばやっぱり雨かなというところで、まあ最初に言ったみたいにジップ、このチャックのところが、まあ、雨が通るようになってるんですよね。で雨が通る以外にもこのチャックのタイプってやっぱり若干風も通るんですよね。だからまあそういう止水ジップを使われてないっていうところ
ところであったりだとか、生地自体もそもそもが撥水はできるけど、大雨とか降った時なんかにはもうびちょびちょに濡れちゃう恐れがあったりはするので、中も同じですね。中も撥水は効いてるんですけど、大雨では多分濡れるっていうところがあるので、まあ唯一の欠点としたら大雨とかの雨なので、小雨程度やったら全然問題ないと思うんですけど、まあがっつり雨降ってくると、まあちょっとどうなんかなというところで、おそらくこの10分のところから雨も侵入してくるやろうし、この生地自体も、まあ、ずーっと雨にさらされてると、ダウンが濡れてくるやろうしというところぐらいで、まあ普段の日常使いでやったらこれあんまデメリットないんちゃうかなって正直今んとこは思ってるんですよね。なので、まあ雨の日やったら俺出ていかへんねんっていう方も多いじゃないですか。雨やったらもう出るのやめようか、出かけるのやめようかっていう方も多いと思うので、まあ、それ考えるとね、そんなデメリットこれないんちゃうかなと思うので、6500円でこの性能やったら、まあ特に文句ないんちゃいますかね、わからんけど。はい、ということで、まあ、次はおすすめの人に行きたいなと思うんですけども、まあ、おすすめの人がどういう人かっていうとですね、このダウンジャケットはビレイっていうところなんで、やっぱり外で活動する方ですね、仕事とかを外の仕事してはる方なんかは、もう特にこれ一着着ておけば寒さっていうのを感じにくくなったりだとか、あとはまあスポーツですよね、登山とかもそうやし、クライミングもそうで、その動いてる時って暑いからこんなんいらんじゃないですか。やけどちょっと立ち止まったりしたら、あ、寒ってなってくると思うので、そんな時なんかにヒュッて着たりとかもそうやし、あとそれ以外にやったら、まあ、ずっと外で仕事されてる方なんかであれば、例えば、外ロケをずっとしてる YouTuber の人とか、あと街頭インタビューをしている調査員の方とか、あとティッシュ配りをしてるお姉さんだとか、ちょっとマニアックな職種にはなってるんですけども、まあそういった外で活動する人とかにはまあ向いてるんちゃうかなというふうに思いますので、逆に言うとその室内と室外を行き来するような人っていうのは多分あんまり向いてないんですよね。だから室内とか室外を行き来する人とかは、もうちょっと薄手のダウンジャケットあるじゃないですか、インナーダウンみたいな感じの着といて、室内室外っていうのを行く気するっていうのはいいと思うんですけど、ちょっとこれぐらいのダウンジャケットであれば動くと暑くなっちゃうと思うので、まあ電車とかもそうですよね、寒がりの人とかっていいと思うんですけど、まあ電車なんかも暑かったりするんかなとは思いますので、まあ、特におすすめはやっぱり一日中外にいてる仕事の方、まあ、おそらく調査員とかティッシュ配りとか YouTuber の方以外にもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、僕ちょっとボキャブラリーが少ないので全然浮かばなかったんですけども、まあ、そういった外にいてる方なんかにはおすすめなんじゃないかなというふうには思います。ということで最後はサイズ感に行きたいんですけども、サイズ感がですね、最初言ったらちょっと大きめなんですよね。タイトにピシッと作られてるっていうよりかはちょっと大きめな感じで作られてるので、僕は178の65キロで、これ M サイズなんですよ。で M サイズで着用してる様子っていうのを見てもらうんですけども、それ一周見てもらった後に、次に並行してバルトロライトジャケットを横に並べた状態で同じ M サイズを着用してる様子を見てもらいたいなと思いますので、まあ、特に着丈の長さであったり袖丈の長さっていうところを見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。まあ、僕個人的な感想としては、これぐらい肉厚なフリース着てても全然いけちゃうので、まあ、大きめに着たいんやったら僕ぐらいだったら L でもいいとは思うんですけども、まあ、僕はそんなにダウンジャケットの中にいっぱい着込まないんで、まあ、M で十分ちゃうかなというところで、まあ、本日はですね終わっていきたいなというところで、まあ、今日は女子に向けてお話ししていたということで、ちょっと真面目な感じでピシッとしていたんですけど、僕のチャンネルはですね 95% が男で 5% しか女子がいてないのに、その 5% に向けて熱弁したという感じになっておりますので、まあ、感じになってるって言って感じだから終わりたいなというふうに思います。本日はですね、ノースフェイスのビレイヤパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Together